ねえ、探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか。あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが三越柴先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？三越柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね。お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてくれる？